おはようございます。ついに釈放、自由の身になります。お世話になったこの部屋、簡単にですけど、感謝の思いも込めて掃除も終わりました。荷物もパッキングも終わりました。あとはチェックアウトするだけです。チェックアウトといっても自由に出れるわけじゃなくて、これも指定された時間に出ないといけないので、それまでは部屋に待機です。残りあと10分、10分あるかないかぐらいですけど、最後のこの強制隔離の部屋、楽しみたいと思います。エレベーターだ。ここでチェックアウト手続き。ホテル出たよ。めっちゃ気持ちいい。外の世界ってこんなんだったっけ。 20. Is that the way to get the train? Yes, this way. Straight forward to the end, turn left, straight forward again. Okay. Then you can touch terminal one. Yeah. Correct. Thank you. 久しぶりに人と話したな。そうだ、こんなとこ歩いてきたな。そういえば、超気持ちいい。懐かしい。見てよ、ここ。入国した時に通った場所だ。はあ、おいおいおい、広いな。香港の飛行場も閑散としてるね。香港にすでに到着してるけど、気分的にはまだ香港じゃないんですよ。だから今から本物の香港に行きましょう。香港の市内までは電車、バス、タクシー、他にもルートはあるそうなんですが、シンプルに電車で行こうと思います。さっきね、ちょっと違うチケット買ってしまったので、それをキャンセルして、オクトパスっていうこういうカードを買いました。これは長期で香港滞在するときにおすすめです。このカード1枚で電車もバスも全て の乗り物が乗り物に使えるカードです。日本でいうとスイカとかパスモみたいなカードです。2週間ぶりに見る文明はすごいね。すごく新鮮です。やっば、すっげえ綺麗。こんな景色を部屋から見たかったな。地下鉄降りて外出てきました。2週間ぶりの空気、めちゃくちゃうまい。それにしてもね、暑いわ。すっげえ暑い。ちょっと歩いただけでこの汗ですよ。今から
次の宿に向かいます。うーわ、暑いなこれ。すごいね、こういう竹の足場見ると香港らしい。日本の隈研吾に負けないような建設じゃない。今まだ SIM カード買えてないので GPS が使えないんですよ。すごく親切な方に道を教えていただいたのでこれで行けると思いますけど、見てこの汗、もう目に入っていってよ。次はどんな部屋が待ってるんでしょうね。次は隔離じゃないからすごく気持ちが楽。さあどんな雰囲気かな。おー暗いな。いやーでも全然いい。今回見える景色は香港って感じだね。さあということで無事に次の宿に着きました。もう外の空気がうまい。でこの太陽の光あったかいね。まあ外はあったかいっていうか、まだまだ真夏暑いです。30度以上超えてます。まあそれにしてもこの久しぶりに太陽の光に当たると細胞がよみがえるの分かります。もう一気に力がみなぎってきました。とはいえまだ疲れが残っているので、今日はこれからまた明日の生活に必要なものを買いに行ったりして、備えたいと思います。でこの部屋のルームツアーなんかもまたお届けしようと思っているので、落ち着いたらこのダイアリーズで皆さんにお伝えします。では次の回をお楽しみに。